ございます。夢人の夢人にある夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイ。百瀬ひなです。はい、上野ひらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで4回目でございますよ。もうね、この回数を言うのも多分これが最後ぐらいやと思うんですけど、そうですね、もう5回目ぐらいから10回目ぐらいまで言ってんのかな、わかんないけど、まだ言うてるって、まだ言うとんでみたいな感じですけど、はいはいはい、まあまあ、ようやく4回目に来ましたけども、はい、はい、というかね、もうね、4月終わりなんですよ。そうですよ、4月終わりなんですよ。言うてる間に、4月に始まったんですけど、もう4月を最後でございます。で、ゴールデンウィークにですね、突入でございますよ。だって、27からですよね、だから土曜日ですから、はい、早い人は昨日から始まってるのかな。何連休になるんやろ。ねえ、ねえ、すごい連休になるかと思うんですが、うん、まあ、それはまあね、会社に行っていらっしゃる方でっていう話なので、はい、会社関係なくフリーでやってらっしゃる方関係なかったりとか ね、 そうですね、するとは思うんですけど、連休なんていらないかもしれない。はい、さてさて、そのゴールデンウィークの初っ端の27日はどんな日なんでしょうか。はい、百瀬ひなの今日は何の日。はい、婦人警官記念日。おお、婦人警官の日ですね。1946年のこの日、警視庁で日本初の婦人警官62人が勤務に就いた、うん、ということですね。はいはいはい、連合国軍最高司令部の指示によるもので、はい、GHQ ね、はい、はい、GHQ です、はい、2月21日に募集要項が出されて、うん、1300人が応募。で、当時の名称が婦人警察官、うん、で略して婦人警官とか婦警さんと呼ばれておりまして、婦人警察官の主な業務は事務であり、当時は逮捕権を持たなかった、はいはい、そうですね、うん、その後、2000年の男女雇用機会均等法全面改正に伴い、従来の婦人警察官という呼び方から現在の女性警察官に改められまして、はい、今はですね、うん、なんか警察官全体の約 6.8% が女性だそうで、これが多いのか少ないのかちょっと分かんないんですけど、逮捕権持たなかったんですよね。そうですね、だからそれもあるんだけど、うん、一番あれなのは、その2000年の、ね、男女雇用機会均等法で名前が変わっちゃったと、ね、うん、女性警察官で、これね、当時あったんですよ、僕が高校生ぐらいの時に、うん、婦人っていうこと、うん、ね、女編に放棄ってある、うんうんうん、でよくなんて婦人科とかさ、うんうん、お手洗いも婦人用トイレとかって書いてたりとかするわけですね、うんうん、で要は女性解放運動っていうかですね、うんうんうん、女性の社会進出を推進するみたいな、いわゆるフェミニストの人たちですね、うん、からすごい言われたんですけど、うんうん、女が放棄を持つものだというふうに、要は掃除するのがお前らの仕事やみたいに、うんうんうん、ね、で男は男で今度田んぼで力を出すっていう話なんですけど ね、 で、 ね、でもそれはいいんですよ、彼女たちはそれはいいんだけど、女が放棄を持ったらあかんということで、婦人っていう言葉はけしからんという、うん、世の中市役所とかでも婦人なんたらかとかがあったんですけど、うん、そういうのが全部廃止されて女性なんたらかたりとか、うん、で今度その流れで今回のこの婦人警察官っていうのも、うん、女性警察官に改められる。女性も何ともなんか警察官っていいですよね。そうなんですよ。だから俳優も ね、 そうですね、女優って言うでしょ、うん、でも男優って言うとなんかちょっといやらしいんですよ確かになんかちょっと違う方行きそうな、ね、違う方に行きそうな気がするでしょ、うん、不思議よね、男子俳優とは言わないし、確かに女性俳優とは言うけど、うん、なんか難しい、ね、言葉って、まあ、今俳優でくくられてることも多くなりましたね。ね、だいぶそうなってはきてるんですけど、ね、うん、はい、はい、そんな日ですね、はい、そしてもう一つ、はい、哲学の日、うん、来た、うん、ちょっと硬い話ですね、うんうん、紀元前399年のこの日、はい、いつですか、まあだから2400年ぐらい前なんですね、うん、OK、 はい、紀元前399年のこの日、古代ギリシャの哲学者ソクラテスが時の権力者から死刑宣告を受けて、刑の執行として獄中で毒を飲んで亡くなった日でございます。はい、これね、すごい有名な話なんですけど、うん、まあ、この、 そのソクラテスの死っていうところから出た言葉がいっぱいあるんですよ、うん、いっぱいあるんですよ、はい、いっぱいある。で、まずソクラテスっていう人は、まあ、アテネ、うん、
っていうね、あのいわゆるその、ギリシャローマでいうところの、まあ、首都みたいなところなんですけど、うん、そのアテネであの活動していた哲学者なんですけど、うん、でこの哲学者なんですけどね、この人はね、無知の知っていうのをすごく大事にした人ですよ、うん、で要は知らないことを、僕は知らないということを知ることがすごく大事なんだよ、うんうんうん、あの知ったかぶりして知らないことを知らないって言わない方が危ないよねっていう、うんうん、だから僕そのこと分かんないんですよね、だから教えてほしいんですよっていうことによって、初めてその新しい情報を仕入れられるんじゃないですか、うん、でも、うん、知ってますよって、うんうん、こう知ったかぶりすることで、逆にその人ってどんどんバカになっていくって話ですよね、うんうん、だから無知の知はすごく大事なんだっていうことなんですけども、これを、まあ、そのアテネ、まあ、当時のアテナイっていうんですけど、アテネで、若者たちにいろいろと喋りかけていったらですね、その要は、当時はそのオリンポスの神々っていうのがいて、その神がこんなこと言ってるけどこれは違うんじゃないみたいなことって言っちゃいかんみたいな話があるんですよね、うん、何よりその国家が認めてる神のことを、そのお前なんか違うっていうのはどうなんやみたいな、でそれが青少年に与える影響がよろしくないんじゃないですかっていうことで捕まって、うん、でしかも死刑になる、死刑になってしまう、そうそうそう、うん、でかつその時の死刑のやり方っていうのが毒を飲むんですよ、うん、で、その弟子がね、プラトンっていう、プラトニックラブっていう、うん、あの精神的な愛、うんうんうん、あの肉体的な愛に対して、うん、プラトニックラブのプラトニックのプラトンっていうのはそのプラトンから来た、実はね、うん、でそのプラトンですわ、プラトンがあの実はそのソクラテスの弟子なんだけど、その弟子のプラトンが、うん、先生もうこんな法律バカバカしいから、うん、もうそんなん破ってもう守らずにもう亡命しましょうよ、うん、っていうふうに言ったの、言ったんだけど、その時にソクラテスが何て言ったかというと、悪法もまた法なり、うん、だから悪いっていうふうに思ってる法律かもしれないけど、その法律は今の段階では法律だ、これを守らないということは法を破ることになるから、私は法は守ります、うん、って言って毒を飲む、でその時に毒を飲んだので、毒を食らわば皿までってことが言っちゃったんですよ、本当の話広がる、これだけで1時間言いますよそう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 、それぐらい、それぐらいの話です、この話だから哲学の、まあ、当時の哲学っていうのはもうあのいわゆる心理学的なこともあれば、うん、政治学も含むし、もっと言えば、うん、あの自然科学とか科学の部分まで全部含めて、あのフィロソフィー、フィロソフィーって言うんですけど、うんうん、あの当時フィロソフィアなんですけど、フィロというのは愛する、うん、ソフィーは知識っていうね、うん、知識を愛するっていうことをフィロソフィー、哲学っていうふうに言ってたんですけど、もうだからあのこの太陽はなぜ東から西に行くんだみたいなさ、うん、そういうことも全部哲学に含まれてたんで、もう言ったら学問、うん、何かを知ろうとして探求するということがもうフィロソフィーだったので、うん、まあ、そんな中でもこのソクラテスっていうのはすごく異色な人で、うん、あの弟子たちからあのこんな先生がいてこんなこと言ったよみたいなのが、あのソクラテス自身は本書いてないんだけど弟子が残してるんで、うんうん、あのそこに出てくるということですごく有名な人だということなんですけどね、うん、はい、今日は熱く語ってしまいました、うん、だいぶ熱かったですね、はいはいはい、フィロソフィーの言葉の意味もそうですけど、ね、プラトニックラブがそこから来たんですよ、うん、初めて、そうなんですよ皆さん、はい、でもあれですよね、これに関連した日、うん、なんたらの日もう一個あるんですよね、あ、そう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 、悪妻の日っていうのがあるんですよね、ソクラテスさんの奥さんが悪妻で有名で、はい、まあそれはね主にそのプラトンが言ってるんですよ、あ、この人は悪妻だっていうふうに言ってるんだけど、本当とか分かんないんですよね、まあね、分からないけど、で実際ソクラテスが亡くなった時に実はこの奥さんはあのものすごい悲嘆して、うん、あの泣き悲しんだっていうことが残ってるので、うん、実はソクラテスのことを愛してたんじゃないかっていう話もあるんですけど、うん、まあなんせ2400年ぐらい前の話なんで、まあね、誰も聞いてないし誰も見てないし分かんないけど見たやつ覚えてないからあの分かんないですよね、きっと。でもそういうふうに言われてるんだよっていう、そう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 、ということでなぜか悪妻の日というが一緒にね、はい、ついてくるっていう、はい、はい、そんな日でございます、はい、はい、今日は長めのね、長めの、オープニングをやってるんですが、はい、はい、ということでここからはシネマどもりでございます、はい、なんですが、今日はねあのインタビューとかないんですよ、お、
ないんです、ないんです、はい、ないんですけど、代わりにですね、うん、この間実はですね、はい、4月の7日なんですけども、まあ、6日と7日にあの第1回で紹介させていただいた短編映画気まぐれの大阪上映会が行われてまして、うん、はい、で僕ちょっと6日はちょっと忙しくて行けなかったんですけど、7日にお邪魔させていただきました、はい、実際にあの瀬戸かほさん、リアル瀬戸かほさんとお会いし、うん、でかつ、監督の、長岡監督にも、お会いしました、であの舞台挨拶も全部見させていただいてたので、うん、まあ、いろいろ、ね、お話聞きました、聞きました、はい、ね、面白かったよ。生瀬戸かほさんどうでした？生瀬戸かほ綺麗やん女優、それこそ女優さんって、ね、さすがザ女優なんですけど、うん、ただカッコは超ラフやあの写真拝見させてもらったんですけど、うん、あのそうですね、あのラフでしたね、めっちゃラフでしたかで、あのもう髪も割とあの、うん、自然な感じになんか着飾ナチュラルにして、いい意味で着飾ってなくて全く飾ってなかったですねはい、はい、その前日の写真も僕あの別の人が上げてるのを見たんですけど、うん、割とラフやなと思ってたんですけど、はい、なんか関わりやすい、うん、あのものすごいね、あの何やろう、あの親しみやすいというか、うん、あのとっつきやすい人なんで、うん、はい、あのインタビューの時もそうでしたけど ね、 そうですね、全然飾ってるところがなくて、はい、かわいい、はい、そのまんまですね、はい、そんな感じの面白いエピソードを教えてください、瀬戸かほさんだったんですけどあの今回ね、長岡監督が、うん、あのもともとあの別のね、あの作品があったんですよ、うん、でその作品で瀬戸かほさんが主役してた、うん、でその、主役してた瀬戸かほさんが、その作品の撮影中か、なんかあの、制作中かなんかに書いた脚本がこの気まぐれの元になってる原案なんですけど、うんうんうん、で要はね、その本人別にプロデューサーなんかやろうと思ってなかったんだけど、うんうん、勢いあのやる形になってしまって勢いで、そうプロデューサーというのをやったわけですよ、うんうん、そしたら長岡監督は今まで自分でプロデュース、自分であの、うん、監督で、その制作進行も全部自分でやってたところが、うん、そのプロデュースの部分と制作進行の部分が瀬戸かほさんに移ったので、うん、いろいろ相談せなあかんということになったらそうなんですよね。だからあの割と今回のあの作品で面白かったのは、その例えばあすみませんこれやりたいんですけどいいですかってお伺いをプロデューサーに立てなきゃものが決められないみたいな、その経験がすごく面白かったっていうのは監督がおっしゃってました ね。でこの2人の、ね、意見がねいろいろぶつかるそうなんですよ、うん、で瀬戸さんからしたら予算決まってるから、うんうん、この予算内で終わらすためにはこれ言いますみたいな話になるそうなんですね、うんうんうん、でその中で実はあの実際作品の中で出てきたやつなんですけど、うん、エスプレッソダブルをシングルで一つずつっていうセリフがあるんですよ、うん、あるんですよ、あのお料理屋で、うん、ありますね、出てくるんですよね、はい、でこれがねあの別に実はそんなに重要な意味ではなくてうん、うん、たまたまその店あのスペイン料理の店で、うん、あの設定がね、うん、でスペイン料理の店だからスペインのとある監督が作った映画の中で殺し屋が吐くセリフがそのセリフがあるらしいんですよ、うんうんうん、でそれ長岡監督がそのセリフが気に入ってるというかそれがすごい引っかかってて、うんうん、であスペインだからそこフックにしてそれ書いちゃおうって言って、うん、何の気なしに入れた、うん、入れたんだけど入れた以上は出てこないそうですね、うん、っていう話なんだけど、それを瀬戸かほさんが監督これ2ついりますあの1つだったら1杯分でいいんですけど、うん、そう2杯分になっちゃう、そうそう2杯出さないセリフ通り、うん、いるっていうので揉めたそうですエスプレッソ1杯か2杯かで揉めるそう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 、でもその予算うんぬんでいったら揉めるかもしれん、いやだって ね、 ね、あの400円か500円か知らんけど、うん、あのそのエスプレッソの金額がね、うん、もうでもその金額が半分になるか、ね、倍になるか、大事大事ね、はい、それによってひょっとしたらお弁当が1個出せるか出せないかって話しました。もう細かい話なんですけどね、あのそれはどうなったかは作品見てください見ればなるほどになりますね、はい、ぜひ見てくださいっていうなるほど、ね、ようなことがありましたね、そういう話をしてましたね、あのそうですよね、意見のぶつかり合いはいっぱいあるし、ありますありますあります、そうですよ、だからもうこの番組制作してでもそうですからこれにすんのかあれにすんのかみたいな話は、まあ、決めるときはねやっぱりみんなで話し合って決めますからね、うん、はい、そういうことってあるんですけども、まあ、映画なんかだったらもうやっぱ
予算がすごいことになるんで、うん、その細かいの積み重ねてたらすごいことになりますからね。そうですね、やりたいことやりたいけど、そうここはなくしかないかなとか、なんかちょっと工夫しようかみたいな話になるんですよね、そういう裏情報とかを、うん、まあ、舞台挨拶いいから ね聞けるわけですよね、うん、はい、教えてもらえる範囲で、まあ、そうで、ね、ご本人の人柄も見れますから、うん、で、あのサイン会とかもやってますからね、うん、はい、より楽しめますよね。いや、そうですよね、そうですね、だからぜひあの皆さんもですね、うん、あのなんていうんですかね、気に入った作品があるとかないとかっていうのがあれば、あの舞台挨拶の時に行けば、まあね、うん、監督なりその役者さんなりと直に接せれるし、うん、裏話も聞くことができるし、まあ、そういう風にしていただいてもいいし、まずは自分で見てから舞台挨拶に行って質問するとかでもね、いいとは思うんですけど、楽しみ方、はい、人それぞれいっぱいあるんで、はい、いろいろございます、はい、ぜひそんな楽しみ方もね、うん、していただければいいんじゃないかなと思います、はい、またあの、上映情報はまた、はい、夢人情報の方でね、言わせていただきたいと思うんですが、今日はあのし、シネマどんぶりとしては、瀬戸かほさん、うん、生瀬戸かほを見てきました報告可愛かったよ報告ですねうん、うん、まあ可愛いっていうかね、綺麗、まあ綺麗な人ですね、綺麗な人ですね、はい、ということでございました。はい、はい、はい、ということで、ではここからは中之島映画情報です。西蔵さんよろしく。西蔵さんでございます。西蔵です。はい、はい、前回、はい、うん、8作品を、はいはいはい、選ばさせていただいて上映しますということで、はい、うん、4作品紹介させていただいたんですけど、はい、そうです、前半は紹介していただきました、はい、で続いてまた4作品を紹介させていただきたいなと思っております。はい、はい、はい、それでは、まあ、5作品になります、はい、隣のサンズリー42分の作品です、うん、で監督は西川内総監督なんです、はい、男2人と女1人の、うん、まあ、自死にまつわる心の内を描いた作品なんですね。で、西川内監督が、うん、これ初めての監督作品そう、でもね、うん、すごい演出力が高くて、うん、もう感情がどん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 画面から伝わってくるっていう、うん、もう素晴らしい作品でしたね、はい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 、ぜひ見ていただきたいなと思ってます、はいはいはい、で続きまして、うん、23通のありふれたラブレター、うん、13分20秒のドキュメンタリー作品です。ドキュメンタリー、はい、ドキュメンタリーです。13分の、はい、中野島映画祭、なかなかドキュメンタリーもね毎回送られてくるんですけど、うん、なかなか選ばれなかったんですけど、はい、今年久しぶりにドキュメンタリーが選ばれたなということは、よっぽどなんかある、はい、監督、そうですね、監督は中村純監督さんで、はい、第二次世界大戦中の一兵士のラブレターを取り上げたドキュメンタリー、はいはい、いや、まあ、これはね、涙ですね、きっと、まあ、涙かどうかは見ないな、そこはね、意外とね、そういう戦争中でも、うん、恋っていうことに関しては、うん、今も変わらないんだなっていうのがすごく感じられる作品だと思います、うん、はい、ぜひ見てください。ちょっと短い作品なんですけども、うん、見応えはあります、うん、はいはい、続きまして、はい、ホモアニークス42分の作品です、うん、監督は馬淵ありささん、はい、馬淵ありさ監督なんですけども、はい、彼女まだまだ20代前半やったかな、可愛い監督さんなんですけど、はい、非常に面白くて、うん、人間そっくりの実験動物、うん、新薬開発とか、はいはい、扱ったりするじゃないですか、はいはい、あれがこの作品の中では人間がちょっとだけ遺伝子が違う人間そっくりの、うん、そういう実験動物、はいはい、とそれの飼育係、はい、飼育員ですね、はい、との友情を描いた作品なんです、はい、ちょっとね、変わった設定なんですけども、うんうん、まあ、そこで生命の大切さであったりとか、うん、そういうのを感じさせてくれる、すごいですね、発想がすごいですね、うん、はい、で、続きまして、はい、最後になりますけども、よりクジラの声を聞く、これ17分の作品です、うん、杉陽介監督によります作品なんです、はい、よりクジラって皆さん分かります？分かんない、
あの浜辺に打ち上がったクジラ。ああ、はい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 、なるほどなるほど。なんかこの間もね、あの淀川に入ってきた淀ちゃんとかね、はい、いろいろありましたね、はい、でそれで、うん、あのヒロインは学校に行けなくなった、うん、あの女子高生なんですけど、うん、はい、でそれのいとこの怪獣学者、あ怪獣でも恐ろしいじゃなくて海の海のね、はいはい、の、怪獣学者さんと、うん、クジラのストランディングに行くっていう話なんです。ストランディング、はい、あの要はそれなぜ上がってきたのか、うん、あの要素の原因であったり、いろいろそのクジラに対して調査をするっていう、はいはい、でそのことからですね、うん、今の学校に行けなくなったみたいな人たちの心情を、はい、あの見事に描いてるんです。なるほど、うん、これ17分の作品なんですけど、はい、17分と思えないぐらいあの、うん、見応えが本当にあるんですよ、うん、はい、これもぜひ見ていただきたいな。見たいですね、うん、はい、すごい、はい、はい、いや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 、だからこれでね、8作品ですね、はいはい、じゃあ1から8まで一回ちょっと、はい、あの投資で名前と監督と言っていただいて、はい、はい、アイセルフ、はい、私の世界、はい、山崎匠さん、宮原圭人さん、藤原レオさん、はい、八染円香さん、4人の共同監督による作品です、はい、で憧れ通り、はい、宮城監督、はい、でさまよえ記憶、はい、野口雄大監督です、はい、そして新骨、はい、節田智一郎監督です、はい、で、隣の三髄道川内総監督、はい、で、23通のありふれたラブレター、中村淳監督、はい、でホモアミークス、馬淵ありさ監督、はい、そして、よりクジラの声を聞く、はい、住洋介監督による作品の8本になっています、はい、この8本がね、はい、5月の、3日、4日、5日、はい、3日間で、2回上映されますということですね、はい、中之島映画祭は、うん、観客が審査員になっていただいてグランプリを決めます、はい、だからぜひ見ていただいて、うん、投票していただいて、うん、で感想なんかもね書いていただくと全部監督さんに渡してますので、はい、ぜひそういうのを書いていただいて、これ結構ね監督にとってはすごいありがたいんですよね、うん、直接お客様からそう声をいただける機会ってなかなか難しいんですよ、うん、だから映画祭とか行ってそういう交流会なんかでお話したりとかってあったとしても、生の声がそのままダイレクトに届くかっていうのはなかなか難しいんですよね。そうですよね、うん、で結構ね皆さん、うん、なんていうのかな、好き勝手なこと書きますか、書きますか、面白い、素晴らしいっていうのもあるんですけど、うんうん、思んないとか、はい、もうそういう本当ね生の声が、はい、ほんま直接なかなかね自主映画ですと、うん、身内役からは皆さん褒めてくれるんですけど、反対の意見ってなかなか聞けないんですけど、中之島映画祭はその辺ね、忖度なしです。一般の方の声、そう、一般の方の声ですもんね、はい、だそのまんま、まあまあ、打ち込んでですけどお渡しするっていうね形になってますからね、うん、はいはい、監督としては成長の機会というか、うん、いろんな意見を聞いた上でまたその作品を考え直すっていう機会をね、うん、作ってあげることになりますので、ぜひぜひ、はい、見に行ってちょっと書いてあってください。はい、お願いいたします、はい、思ったことはぜひ書いてください。でそれと、うん、中之島映画祭は中之島祭りの企画です、うん、で中之島祭りではステージでは歌や踊りとか、うん、はい、あと手作り遊具など、はい、あといろんなお店、うん、露天商品たくさん出てますので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと、はい、映画も楽しむ、祭りも楽しむ、それで5月の3、4日は中之島公園に来ていただけると助かります。僕だってあれですもんね、だいたい中之島映画祭にたどり着くまでにビールと焼きそばとなんか唐揚げととか、なんか食いながら飲みながらうわーって言ってるからちょっと酔っ払っちゃったんやとか言いながら涼みに映画館に入るみたいな。ほんで舞台挨拶も予定しております。はい、ね、各作品上映した後に舞台挨拶をやる予定してるんですけども、はい、東京からねとかいろんなところから来られる監督さんもこんな映画祭初めてです、ね、たこ焼き食いながらとかいうの初めてですっていうのがあるので、はい
はい、独特の映画祭なんですけども、うん、ぜひ楽しんでもらえたらと思っております。はい、ということで、今週の中之島映画祭情報でした。ありがとうございました。はい、じゃあ夢人情報いきましょう。はい、避難の情報ですね、はいはい、ちょっと違うこと喋りましょうか、そろそろね。そろそろ喋りましょう。喋って喋って。生誕の話してるので、はい、私の誕生日が来るわけですけども、そうですね、もうすぐですね、5月7日7日ですね、はい、はい、誕生日が来るんですけれども、いちごのショートケーキわかんないな。いちごのショートケーキはちっちゃいやつ、いちごだけでいいです。あ、いちご、あ、いちごそれショートケーキちゃうやん。いちごだけでいいんですけど、はいはい、の活動の中に踊ってみたっていう活動も入っておりまして、5月の間はお誕生日月間ということで、動画を何本か上げようと今頑張っているところでして、予定ではですよ、毎週上げたいんですよ、誕生日の日、この今月は火曜日かなが誕生日の日なん、そこの毎週火曜日に上げたいな、うん、上げたいな、はい、なので上がるかどうかわからないんですけれども、はいはい、まあ誕生日ということで何本かも予定しているので、うん、いろんな動画を上げようと思っているので、はい、あのニコニコ動画と YouTube に上げる予定をしておりますので、はい、また上がった際にはぜひ見てほしいなと、はい、その辺はだから あなたの X で、X で全て情報は流れますので、うん、なんかそれ罰みたいからやめよう。なんか X っていうより罰に見えちゃう。無理だな。まあ X で情報全部あげるので、はい、見てほしいなと思います、うん、動いてるひなが見えますね、うん、多分この雰囲気ちょっと違うと思うので、だいぶ違うでしょうね。だいぶいろんなね、ひなを見てもらえればなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、それとですね、先ほどシネマどんぶりでもね、はい、紹介した気まぐれの、はい、上映情報、先週と同じなんですけども、島根の、増田市ですね、はい、長岡監督の地元で島根シネマ小野沢っていうところで、5月15日水曜日から5月26日日曜日まで、月火が定休日になりますので、まあ、その期間、上映やっておりますということですので、ぜひ映画館の方で情報を確認してください。そして相変わらずシネマスコーレは、初夏上映予定なので、初夏がいつなのかは、そのうち情報が出てきたらまたお知らせしますという感じでございます。はい、であとはもう一つ日浦 の作品の方で言いますと、4月の29日2日後ですね、に、また、マテリアルのショートムービータイムですねの方で、29日これ月曜が祝日なので16時から夕方の4時からですね、僕だけのフライミートゥーザムーンと大きな木になりたい、この2つの作品をね上映いたしますので、ぜひこちらもね来ていただきたいなと思います。はい、はい、ということで夢人情報なんですけども、ぜひね、いや俺言いたいことあんねんっていう人、ぜひ情報くださいし、はい、それだし来てくれてもいいですか、うん、来てくれてもいい、もう来てほしい、逆にもうここになんか順番できてるぐらいで、うん、次私ですみたいな感じで、はいどうぞみたいな感じでね、ぐんぐん入れ替わっていくみたいなのをちょっとやってみたいなと思うので、うん、夢人だけで早速行きたいですね、はい、そう本当本当本当に夢人スペシャルがあってもいいいいですね、うん、やりたいと思ってますんで、ぜひ連絡ください。まず、うん、まず連絡、いきなり来てもね、やってるかやってないかありますからね。確かに僕らおれへんのに勝手に来られてもマスター困りますから、うん、そうそう、とりあえず情報だけ、送っていただければ、読み上げることもできるし、できれば30秒以内ぐらいのムービーで送ってくれて、それ出すとかいうこともやりますから、ぜひ送っていただく、そのくらい嘘はあかんで嘘はやめてね、はい、いたずらだけはやめてください、はい、それ以外はちゃんとやります、はい、ということなので、一回確認は入れますから、知らん人から送られてきてよくわからん情報を投げることはできないので、もちろん裏取りはしますよ、はい、とりあえず何か言いたいっていう人は連絡ください。はい、ということで夢人情報でした。エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。はい、ということで4回目が終わりました。あっという間ですね。あっという間ですね。もう、まあまあ、だからどんどんですね、この番組がね、なんか皆さんの日常の中に溶け込んでってくれたら嬉しいなと思うんですけど、はい、できるだけそういうね情報をいろいろと発信していきたいと思いますので、ぜひ
あの我々は情報に飢えてますのであのどんどん情報をいただければ、どんどんここで発信していきますので、皆さんからも、情報を、ね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。あともう一個ね、チャンネル登録もお願いしてます。一番大事それすごい大事。あと高評価欲しいね。そう、高評価とチャンネル登録を。別に YouTuber みたいな、はい、よろしくお願いします。いやいや、もうあの YouTube でね、あのアフィリエイトできれば、番組制作費が出るといろいろとあのなんか後ろが変わってきたりもするかもしれない、ね、やることが増えますね。やれること増えますか。まだ意見とか言えるんですよね。いやもちろん言えますよ。ぜひ意見も欲しいです、うん、この間コメントいただきましてありがたかったですよね、うん、だからそういうコメントどんどん、お待ちしてますので、はい、ぜひぜひ、お寄せいただきたいと思っております。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。皆さん、ウェイウェイな日を。